皆さんこんにちは、今日は眞子内親王殿下、小室さんは本当に素晴らしい男性なんですについてお話ししようと思います。これはですね、昨日の朝の文春オンラインの記事の、タイトルなんですよね。実際の記事は、もうちょっと長いんですよね。独自、小室さんは本当に素晴らしい男性なんです、眞子さまが宮内庁長官へ直談判していた駆け落ち婚の決定打にという、長い文タイトルなんですけどね、この記事に、次のような内容があるんですよね。宮内庁関係者の言葉として、眞子内親王殿下が小室さんについて注略、個人の人権が尊重される時代なのになぜここまで寄ってたかって批判されなければならないのか、中略と心底疑問に思われているのですというようなね、内容なんですよね。で、この記事が真実という前提で話を進めます。この寄ってたかってというところに不満が込められていると思うんですよね。自分たちは正当なのに不当な扱いを受けているというね、寄ってたかってっていうね、そんな表現になってるんじゃないかなと思います。で、この個人の人権が尊重される時代という部分には異論はないんですよね。全く同意するんですよね。だからこの部分に眞子内親王殿下と国民の間に意見の相違はないと思うんですよね。で、その次になのにってあるんですよね。この部分に相違があるっていうかね、隔たりがある、もう断崖絶壁があると思うんですよね。国民はここにだからと書くんですよね。なのにじゃなくてだからと書くんですよね。個人の人権が尊重される時代だから小室圭氏は批判されて当然、そんな小室圭氏と結婚することには反対となるんですよね。で、そもそも人権というのは人が生まれながらに持つ権利という、人間に生まれればね、みんな持ってますよということなんですよね。だから例えば生命を例にとると、生まれながらに持ってるんですよね。で、生きてる間に減ったり増えたりすることはないんですよね。今日から命2つ持ってますとかね、3つになりましたとかいうことはないんですね。私の命がね、増えたりはしないんですよね。ところがですね、生きていく間に減ったり増えたりするね、権利もあるんですよね。それが、その一例が信用になります。で、この信用っていうのは、その人の振る舞いによって増えたり減ったりするんですよね。だから振る舞いが悪いと一瞬で失われるということになるんですよね。で、そしてその信用を得たり維持したりするのは大変ということになるんですよね。だからこそ普通の人は信用を重んじて人を裏切らないようにして生きていくわけなんですよね。で、その振る舞いというね、外形的なものが、集積すると、集まってね、積み重なると、その人のね、内面がね、見えてくるんですよね。で、この振る舞いという外形的行動の、積み重なりの結果、その人の内面に他人が見るあり方が、その人の品位となるんですよね。この人は、優しい人だなとかね、正しい人だなとか、そういうふうな、品位ですよね。知性があるなとかね、そんな感じになるんですよね。で、だから振る舞いが悪いのに、気持ちとか思いとか心境をどれだけ語っても、あんまりね、意味を持たないことになるんですよね。この振る舞いの価値っていうのはですね、個人が生まれてから一からこれはね、価値があるわ、これはいいってね、これは悪いとね、決めてね、それで作っていくものじゃないんですよね。その長年の社会で長年の間に形成されてきた相場があるんですよね。例えばですね、経済的取引でも相場は重要なんですよね。その相場なしには市場っていうのはね、成立しないんですよね。だから市場主義経済、自由な経済社会は
こういうね伝統を前提にしてるんですよね。まあ、伝統的に形成されてきた相場を尊重するっていうのがね、まあ、前提になってるんですね。そういう相場がないともうね、あれこれぼったくりかなっていうね、ぼったくりばっかりになったりね、そのそれをね警戒して、まあ取引が成立しなくなるということになります。でまあその信用に関する、まあね、信用のまあ元となる振る舞いもその相場を前提にしないと、まあね、価値観が乱立してどれがいいかね分からなくなって、まあ社会がね成り立たなくなるんですよね。まあなぜなら、まあ信用はまあ人と人のね間のまあ話だからなんですよね。だから人々の間で共有するものがない場合には、もうねみんながみんなに不信感を持ってる、万人の万人に対する不信だけが残って、まあね結局万人の万人に対する闘争がまあ出現にするんですね。闘争っていうのはもうね、あの逃げるじゃなくて、その戦うっていうね、あの方の闘争になります。でまあ、だからまあ、眞子内親王殿下はね、そもそも相場を無視されてるっていうね、まあところがあると思うんですよね。その結果、まあ、眞子内親王殿下と、まあ、国民の間の、まあ、不信が、まあ、これほど大きくなってるのは、まあ、まあね相場が大事だからなんですよね。相場を無視すると、まあね、不信だけが、まあ、育っていくということになるんですよね。でまあ、この、小室圭氏と、まあ、佳代氏に話を戻すと、まあ、このお二人はですね、他人の人権をあまりにもないがしろにしすぎたと思うんですよね。まあそのこれまで出た情報の中で、まあ、国民にとって確かだろうなと、まあ、分かる範囲でもね、まあ、そう思うんですよね。ないがしろにしすぎだなと思うんですね、他人の人権をですね。でもしこの小室圭氏のいじめ疑惑とか、まあ、佳代氏の元暴力団関係者とのつながり疑惑などが、まあ、真実ならば、なお一層そうなんですよね。その他人の人権をあまりにもないがしろにしすぎだっていうことになるんですよね。ということで、まあ、他人の人権をあまりにもないがしろにしすぎたということで、まあね、個人の人権が尊重される時代だから、他人の人権をないがしろにする行動は信用の喪失をもたらすんですよね。でもこの信用っていうのはですね、まあ誰とつながっているかによってね、まあ影響を受けるんですよね。まあね、類は友を呼ぶとか、まあね、言うからなんですよね。まあ主に交われば赤くなるともね、言いますからね。で、そのつながりの代表例として、まあね、親戚、親族のつながりっていうのがあるんですよね。でまあ、この眞子内親王殿下が小室圭氏と結婚すると、まあ、民法のね、親族に関する規定を、まあね、当てはめてみるとどうなるかって、まあ、考えてみると、天皇陛下は小室圭氏の三親等の姻族にあたるから、まあ、親族に入るんですよね。民法上に当てはめてみると親族にあたるんですよね。でまあ、ちなみに皇后陛下は親族にはならないんですよね。その血族でも姻族でも配偶者でもないから、まあね、民法上の意味での親族には当たらないけど、まあ一般的な意味での親戚にはまあ当たられることになると思うんですね。一般的な感覚ではご親戚だなっていうことになるんですよね。まあこのようにですね、まあ皇室のまあ皆様が小室圭氏、佳代氏とまあ民法上のね、意味における親族になったり、まあそうじゃなくても、その一般的な感覚における、まあね、親戚にはなられるということになるんですよね。でまあこの例えば、まあ天皇陛下が小室圭氏、佳代氏とつながるということは、天皇陛下の信用がまあ危険にさらされるという意味を持つと思うんですよね。でまあ憲法一条により、まあ天皇陛下は日本国の象徴でいらっしゃるんですよね。でとともに日本国民統合の象徴でもいらっしゃるんですよね。で、まあ、この統合っていうのはまあ英語ではユニティって書くんですよね。まあ、団結とか連帯とかいう意味ですよね。だからまあ団結した日本国民の象徴、まあ、つまりまあ象徴っていうのはまあ一種の代表なんですよね。だからまあその代表でいらっしゃる天皇陛下の信用が危険にさらされるということは、全ての日本国民の信用が危険にさらされるということになるんですよね。まあこういうことになると、信用を重んじて生きている国民としてはたまったものじゃないんですよね。
まあ、だから、眞子内親王殿下はこのご結婚を諦められることが望ましいということになるんですよね。個人の人権が尊重される時代だから小室圭氏、佳代氏は批判されて当然だし、まあ、そのような人物と結婚することを眞子内親王殿下が諦められることが望ましいのですということになると思います。では、ご視聴ありがとうございました。